はい、はい、で、ワンバース今撮りました。調子どうだった？いやいいっすね、うん、いやいや、いいっすよ。いや、本当ですか？いや、もう感度がやっぱ、うん、すぐこう、自分の声が、うん、すぐキャッチできるっすね。キャッチ、もうマジで、はい、うん、はい、よかった。まあ、ワンバース、はい、ワンバース、ワンバースですね。で、今、さっき撮ってた時にスピーカーの音消してたんですけど、ヘッドホンから結構音漏れがしてたと思うんですね。間違いない。はい。ここも結構シビアなポイントで。そうです。はい。あんまり気持ちがいいからといってヘッドホンも上げすぎても良くないと。はい。あとはまあ音が漏れにくいヘッドホンを選ぶとか。そうですね。密閉型を選んでくださいね。そうですね。はい、開放型とか選んだらもうこっからも音出ちゃうから。そうですね。あ、うん、はい。うん。そうですね。うん。あとなんか結構あれですね。うまい人とかだと割とちっちゃい音でもちゃんとモニタリングして感覚で歌える人とか、まあそれも練習みたいな、うん、なるほど、うん、なんですかね、はい、ですね、はい、うん、で、今スピーカー消してたんです。ちょっと出してみます。聞いてみましょうか、はい、Yeah! おたねこ TV! 綺麗に撮れてる。そうですね、うん。Listen、 七色のたそがれ涼しげな風、陽気な街の中でポカリすぐ開くスペース、心ここあらずゆとりなきハイペース、きっと誰もがそうだと。仕事ちょっと増えた便所行く頻度、さらば青春唱えたリーマンと真逆の位置で共存する。 ODE in the place to be、 我もつからだち AUT、はい、ちょっと多分元の音源よりは声が高めな、ああまあちょっと感じだったかなって思いますかね。まあちょっとそういうので撮りながら自分の声のトーンとかもこう聞いて撮って聞いてっていう風で作り込んでいくみたいな、トラックにどのトーンが合うかなみたいなとかも。そうですね、撮りながら。そうですね、撮りながらやれる、一番いい、まあ、ポイントですね、自宅でやるので。うん、はい。で、今聞きました。で、結構、あんまり良くないマイクとかだ、まあ、ダイナミックとかもそうですけど、うん、結構、撮りっぱなしだけだと、あんまり聞けたもんじゃないじゃないですけど、うーんって思っちゃうような感じが多いんですけど、うんうん、それなりに、いいマイクだと、うん、撮っただけで、これで聴いただけでも、まあ、それなりに、雰囲気も出てて、違う、はい、いいかなって思う。これもいいんだね、この。そうですね、リフェン、はい。うん。そうですね。で、うん、そんな感じで撮りますが、うん、今度は、まあ、よくラッパーだと、こういうメイン撮った後に、なんか、かぶせみたいな。ああ、そうですね、かぶせ。出た。ガヤみたいな。はい、ガヤみたいな、はい、こういうやつ。そうですね。はい、こういうやつ。そうですね。そうですね、うん、その。入れすぎてもダサいですし、センスがかなり問われる。おー。はい。あ、入れ方をちょっと。入れ方ですね。あ、やりすぎ注意ですか？やりすぎ注意ですね。そうですね。なるほどね、うん。っていう、まあ、どんどんこう、やっぱり重ね撮りしていくっていうのが、うん、やっぱり、こういうレコーディングの、醍醐味というか、うん、面白さだと思うんですけど、なるほど、はい、で、同じレコーディングのトラックをまた作ります。はい。で、そこに、まあ、ガヤを取っていくんですけども、今度は、これはさっき取っただけだったんで、ボリュームがちょっとトラックに対してでかいんですね。うん、そうですね。なんで、はい、まあ、こうやってちょっとでかいなと、この状態で取っちゃうと、ちょっとうまくモニタリングができないなという感じなので、この時点でちょっとボリューム調整をしましょう。ライドのたそがれ涼しげな風、陽気な街の中でぽっかりすぐ開くスペース、こもるここあらずゆとりなき入って、きっと誰もがそうだ。まあ、こういう感じでちょっとバランスを整えると、撮る前にですね、で余裕があるのであればちょっともうここでもうコンプとかかけちゃったりして、ちょっと鳴らすと、そうするとより聞こえも良くなるので、まあ、こういう感じですかね。
やると。ちょっとこうトラックと鳴らした状態にまずし、うん、ちょっとずつ仕上げていくと。ナチュラルですね。ナチュラルにしていくと、はい、うん。そうするとより革線も取りやすくなるんで、まずこう仕上げると。はい。じゃあここはセンスの。センスのかぶせ。かぶせ。はい。ちょっと俺も陽介兄も参加してみます。陽介兄はこれですよ。これで参加します。あ、いいですね。はい、これで。あ、いいですね。はい、この握ってる時と、はいはい、こう解放してる時とで音程が違うとこがポイントです。なるほどですね。はい。はい、であとイントロのところでちょっと説明したそのトラックのBPM をちゃんと測って合わせるとこういう時に例えば今頭から撮ったんですけどこのバースが始まるちょうどこの部分が小節で合ってるのでこうやって頭が始めれると頭からでこれがやるとここのポイントを取りたいなって時にすごいやりやすいのでまあいきなり始まるとあれなんで大体2小節ぐらい前から、そうですね、2小節、はい、取るという感じで、うん、じゃあバース1のかぶせを、はい、かぶせを、はい、取っていきたいと思います。じゃあボリュームをまず消してヘッドホンの大きさは、あ、大丈夫です。 OK ですか、はい、大丈夫ですか。ちょっとだけ絞りましょう。ちょっとはっちゃけたよ、うん、ああ遊びだから、はいはいはい、はいはい、うん、じゃあいきます。おっしゃっす。涼しげな風中でスペースハイペース仕事共存する OTE A to Z Of courseファイマスどうもお邪魔します。どうどうすか。いいですね、いいですね。どうすか。独特ちょっと はっちゃけがちょっとあれだったね、はい、いやー陽介さんのマラカスもいまいちでしたねちょっと入るタイミングが急に、はい、うん、いやでも絶妙なこう揺らぎが今生まれました。ありがたいです。こういうのが大事だね、はい、うん、ちょっ とこれで一回また聞いてみたいと思います。まあ聞いてみましょう。はい、はい、あ、これ大丈夫ですね。ここですね。もうちょい大きくしちゃおう。はい、Yeah! プレゼン七色の角がで涼しげな風陽気な街の中でで、こうやりながらちょっとずつボリューム合わせたりとか、きっと誰もがそうだと仕事ちょっと増えた便所行くヒントさらば青春唱えたリーマンと無逆の位置で共存する OTE in the place to be 我もつからだち A to Z 放り込んでくポップコーンボロボロと心が大丈夫 Of course My fan をキャップオレンジの famous 中日深めの authentic だ文字通りのはい、うん、今なんかこう、はい、独特のグルーヴを踏んでますね、うん、はい、まあメインガヤパンチ、うん、あとはまあガヤとか、はい、ガヤスイエーみたいな、イエーみたいな、フーみたいな、一応入れときますか。入れましょう。そうですね、入れましょう入れましょう。ちょっと大きかったんで、さっきのも若干トラック合わせして、うん、またトラックを増やしていくと。はい、じゃあまた2小節前から。あ、またマラカスが、いや、ちょっと、はい、なんかさ、はい、なんかちょっとさ、なんか楽器ないんですか。なんか楽器、なんかないですかね。なんか面白いないかな。あ、わかった。はい、最近はい、これがハマってる。Yeah!
本体レコー TV これで Yeah Yeah これでですね、この前の動画で、yeah. これでマミシンの頭を叩いたら相当面白かった七色の黄昏涼しげな風陽気な街の中でポッカリすぐ開くスペース心ここあらずゆとりなきハイペースきっと誰もがそうだと仕事ちょっと増えた便所行く頻度さらば青春唱えたリーマンと真逆の位置で共存する OTE in the place B 我も力立ち A to Z 放り込んでくポップコーンボロボロとこぼすな大丈夫オーコースマイパーポーキャップオレンジのフェイマス中日深めのオーセンティックだ文字通りのニューエラーニューフェイスどうもお邪魔しますふぅ風Yeah ハイペースHuh? Place to be! Yeah! What? お邪魔します